すごいですね。黄金色にキラキラと輝いています。五ヶ瀬町の養殖場で行われていたのはサクラマスの採卵。塩などにつけるとイクラになります。だいたい一腹2000から2500粒のイクラが取れます。イクラが取れるサクラマスとは、もともとヤマメという川魚 で川魚のヤマメが海に下ると名前がサクラマスというふうになります。鮭の一種で主に北日本など寒い地域に生息するサクラマス。その体重はヤマメの10倍にも。淡水で育てたヤマメを水産業者に依頼して4ヶ月ほど海で養殖。こうして育ったサクラマスはヒラメと並ぶ高級魚と言われています。上野健さんは宮崎大学大学院に在籍している学生社長。サクラマスの養殖をはじめ、食用の身やイクラを販売する会社スモルトを今年4月設立したばかり。準備期間2年を経て、この日が初めての採卵です。その今この卵を見てどんなお気持ちですか？2年前から卵を稚魚の時から知ってるので、感動というか、やっと会えたなと思ってます。大学で養殖技術を研究したものの、実際の現場は知らないことだらけ。師匠の秋元はじめさんにイロハを学んでいます。どんなことをこう教えされてたんですか？やめたかな。熟度の具合がまだとか。なかなか器用でですね、飲み込みが早いのでいいですよ。まずは会社の経営を安定させたいと上野さん。しかしすでにその目は全国に向いています。まあ、サクラマスとあとこういう金色に輝くイクラですね、まあ、そういうのをまあセットとして、どんどん宮崎、九州、そして全国に、発信して いけたらなというふうに思ってます。今月初出荷を迎える上野さんのイクラ。今シーズンはおよそ30キロの生産を見込んでいて、インターネットでの販売や東京の飲食店へ提供する予定です。